た。今日も時間通りだね。うん。カウンセリングルームに行こう。ああ、前回と同じでいいよ。そこの椅子に腰を下ろして。俺は、君の隣に、と言いたいところだけど、今は仕事中だからさ。そう、我慢する。席に着いたところで、カウンセリングを始めようか。まずは、夢煩いについて。君をそばで見てきた、俺からの見解。体温について、これは問題なくクリアしてると思う。一緒に寝てても、ぬくもりを感じるし、悪夢にうなされて目覚める回数も減った。うん。涙もそうだね。夢煩いの症状が軽減すると同時に、涙も自然に出なくなってきたよね。俺が踏んでいた通り、夢煩いの延長で涙がいつも流れてる状態になっていたんだと思う。そう。感知したってことだよ。君としてはどう？何か思うところはある？ああ。うん。そうだね。俺もそう思う。俺も、君の言う通り、君が以前よりもずっと前向きに物事を捉えているのを感じているよ。俺も？あ、そっか。俺も少しだけ前向きになったか。まさか、俺自身も成長してるとは思わなかったけど、こう考えてみると、患者さんからきっかけをもらうこともあるんだね。あの雨の日、君を見つけられてよかった。君は、俺の人生をより良い方向に導いてくれる存在だ。君も？それじゃあ、お互い様ってことで。カウンセリングはもう終わりになるけど、他に何かある？ああ、じゃあ、俺から一ついいかな。今日は帰りが遅くなるから、眠かったら先に寝てて。あれ？起きててくれたの？迷惑じゃないよ。すごく嬉しいって思ってる。仕事から帰ってきて君の顔が見れる。これ以上幸せなことはないよ。うん、ほんと。ただいま。君からのお帰りって言葉は、なんだかくすぐったいね。一緒に暮らし始めてしばらく経つのに、慣れないよ。でも、このくすぐったさは、慣れなくていいかも。うん。幸せから来るものだからさ。なんならそうだね。一生このままでいいかも。君は、俺が帰ってくるまで何してたの？読書は、わかるんだけど、なんだかいい香りがするから気になってさ。飲み物を？もしかしなくても、ホットレモネードかな。雨が降っているから冷えるし、ちょうどいいね。ん？俺はいいよ。それより。今は、こっちがいい、かな。甘酸っぱい、レモンの味がする。君は？どんなキスの味がした？俺と同じ？わからないか。それじゃあさ、答えが出るまで何度でもキスするよ。好き。好きだ。愛してる。愛してるよ。